アンテアの解説では、ベンベヌート・チェッリーニとピエトロ・アレティーノの両方によって、ローマの有名な友女として言及されている、アンテアの肖像、またはパルミジャニーノの最愛の人物であると記載されている。この貴族は、パルミジャニーノがローマにいた時代までとする、作品の伝統的な年代測定と同様に、後に疑問に付された。豪華であり、かつ流行であった衣服の研究により、 女性がパルミジャニーノの娘、恋人、または使用人のいずれかである可能性があるという仮説が導かれた。この時期の芸術家の間で一般的貴重な監修であったように、パルミジャニーノは後に作品に戻って、以後の作品で再利用するために要素を借りた。特にアンテアの顔は未完成の長い首の聖母中の中心人物のグループに付き添う天使の一人として、 再登場している。エクサジャン、デビット、パーミギアにナンバーニューヘイブン、イェールユニバーシティープレス、ピアニッシモ、154。ありがとうございます。